はい、皆さんこんにちは。歩く担当の北岡です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。2021年になりましたけれども、今年もこのような形で動画でですね、いろんな情報を皆様にお届けしていきたいというふうに思っていますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。で、この私が発信するこの YouTube なんですけれども、昨年の7月からですね、毎週1本の公開を心がけてですね、やってまいりました。このように対面でですね、解説の動画から現地視察の様子をお届けする Vlog と呼ばせていただいた動画、約30本ですね、上げさせていただきました。で、今年の、私の YouTube の取り組みなんですけれども、大きく2つのことをですね、ちょっと心がけてやっていきたいなというふうに思っております。で、まず1つ目なんですけれども、動画の1本の動画の内容ですね。で、ここに関しては皆様に有益な情報をですね、できるだけコンパクトにまとめて5分間動画という形でお届けをしていきたいなというふうに思っております。で、これね、なぜ5分間なのかということなんですけれども、この動画をご覧いている方もお忙しい方もいらっしゃると思いますので、短い時間でしっかりとした内容ということで5分間ということを考えていました。で、これ3分だとですね、ちょっと短すぎて私がお伝えしたい内容が伝わりきらないのかなと思いましたので、5分というふうにさせていただきました。このような対面式の5分間動画をですね、今年はちょっと頑張って公開をしていきたいなというふうに思っております。そして2つ目の心がけなんですけれども、1本の動画が5分間ということなので、公開頻度を少し上げていきたいなというふうに思っております。昨年は週に1回ということで、ちょっと毎週金曜日にですね、実は公開をしていたんですけれども、今年は週に2本から3本ですね、ちょっと公開を心がけて皆様にお届けをしたいなというふうに思っております。その時々、季節ごとにですね、おすすめのツアーがありますので、そのご紹介でしたりとか、歩き旅に役立つような情報をですね、お届けをしていきたいというふうに思っていますので、ぜひ楽しみにしておいていただきたいというふうに思います。合わせて昨年も行っていました現地視察の様子をお届けする Vlog ですね、これおそらくちょっと5分にまとまらないので、10分ぐらいになると思うんですけれども、不定期でこの Vlog も引き続き行っていきたいと思います。ちょっとこういったコロナの状況なので、なかなか現地視察でしたりとか、全国いろんなところにちょっと行けていないんですけれども、もし現地視察が行えるような環境になってきたらですね、この Vlog もしっかりと上げていきたいなというふうに思っております。お話ししたように、まだまだコロナウイルスがですね、大変な状況なんですけれども、そんな中でも皆様がお楽しみいただけるようなことを、考えてお届けをしていきたいというふうに思っていますので、今年もどうぞよろしくお願いします。今回の動画は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。